本日ご紹介するギターはこちら、マーチン D45 デラックス200周年アニバーサリーモデルのご紹介です。このギターは1996年に限定91本のみ生産された特別モデルです。マーチン社の創業者 CF マーチン1世の生誕200年を記念して作られたモデルです。2017年に販売されたザ・マーチン D45&More の中にも同じモデルが掲載されています。CF マーチン1世がもしいなければ、私たちはこのアコースティックギターを触っていなかったかもしれません。そしてこうして皆さんと出会っていなかったかもしれません。そう考えますと CF マーチン1世の偉大さというのがよくわかります。マーチン社はその CF マーチン1世に敬意を表して作り上げた最高傑作モデルと言っても過言ではありません。一体どんなギターなんでしょうか。そしてどんな音色を私たちに語りかけてくれるのでしょうか。これから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そして動画の最後ではプライスも発表します。このギターには今最も高級材と言われるブラジリアンローズウッドハカランダを使用しています。皆さんご存知の通り、このハカランダ材今値段が年々高騰しています。参考までに現行モデルのマーチン D45 オーセンティックのハカランダモデルの価格700万円です。では今回このモデル一体いくらなんでしょうか。お探しだった方ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介するアコースティックギター専門チャンネルです。今アコギを探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はおなじみのドレッドノートタイプ、カラーはヴィンテージテイストのエイジングトナー、トップ材プレミアムグレードのシトカスプルース、いかがでしょうか。この目がぎっしりと詰まった美しい材、特にこのギターは世界限定91本ということで、中でも厳選された上質な材を使用しています。そしてサイドバック、ブラジリアンローズウッドハカランダです。いかがでしょうか。このハカランダのワイルドな木目、とてもゴージャスな板目を使ってます。ネックマホガニーのワンピース、シバンブリッジはエボニー、スケール約645mm、ブレーシングスケロップされたフォワードシフテッド X ブレーシング、ナット幅約 45mm、シェイプは薄めのはっきりとした V シェイプです。バレーコードを握り込みで弾く方にも大変弾きやすいネックシェイプです。では豪華な装飾見ていきましょう。ペグはマーチンロゴが入ったオープンバック、ヘッド付き板にはハカランダ、憧れた方も多いと思います。マーチンの縦ロゴ、そしてパーフリングにもインレイ装飾が施されています。ポジションマークにはスノーフレーク、そしてシバンサイドにもインレイ装飾がしっかりと施されています。シバンエンドには CF マーチン1世のサインインレイ、べっ甲柄ピックガード、ブリッジサイドにもスノーフレーク、ロングサドル、ロゼッタ、シバン横、パーフリングにはインレイ装飾、サイドとバックにもしっかりと施されています。エンドピースにもボックスインレイ、そしてこのギターの素晴らしいところ、ヘッド先端からネックヒールまでインレイ装飾が施されています。いかがでしょうか。創業者のアニバーサリーモデルにふさわしい本当に豪華な仕様です。ではコンディションの説明です。まずマイナスポイントから、ブリッジの上面にクリアの浮きが若干見受けられます。バインディングのナット付近、
指板エンドに隙間が見受けられます。いずれも経年による症状で問題はありません。それ以外は多少の小傷、使用感は若干見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージは見受けられません。というのもこちらのモデルはワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切に大切に扱われてきた、そんなギターです。ですので備品好きな方はもちろん、新品のご購入をお考えだった方にも大変おすすめです。ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡もありません。フレットは8割以上残っておりまして、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側、約 2.5mm、 1弦側で 2.0mm と標準の高さにセッティング済みです。以上の内容から、外見のみならずプレイビリティも大変良好な個体です。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しません。ですのでこのプレイビリティに不安を感じる方、過去に通販でギターを買って失敗した方、遠方の方で試奏せずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめするマーチン D45 です。ではお待たせしました、サウンドレビューです。最高級材を使ったアニバーサリーモデル、一体どんなサウンドがするんでしょうか。じっくりとお聞きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。さすがアニバーサリーモデルらしい素晴らしいサウンドです。ではそのあたり少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。この野太く深い低音、しっかりとお腹に伝わってきます。ギター全体で鳴ってるというのがすごく伝わります。そして中高音です。いかがでしょうか。このローズウッドらしいきらびやかで美しいサウンド、そしていつまでも鳴りやまないロングサスティン、はからんだならではのバリーンとしたこの迫力のサウンド、低音から中高音それぞれがしっかりと鳴ってるっていうのが伝わってきます。そしてブレーシングはフォワードシフテッドエックスブレーシングということもありますので、この軽いタッチでもうわっと広がるこの素晴らしい倍音、この部屋中の空気感を一瞬にして変えてしまう、そんな支配力というのがあります。そして何といってもこの粒立ちの良さ、この一音一音の粒立ち、しゃっきり感、明瞭感っていうのがすごく気持ちいいです。いつまでも弾いていたい、そんなサウンドです。そして弾き心地なんですけども、ナット幅が約45ミリの幅広ではあります。一見弾きにくいんじゃないかと思うかもしれませんが、このシェープがですね、薄めの V シェープということもありまして、普段43ミリのレギュラーネックを使っている私でも違和感があまりありません。普通に弾けます。逆にですね、手が大きい方、指が太い方、そして繊細なフィンガーピッキングをメインでされる方にもすごく弾きやすいネックシェープです。そしてこのギターの素晴らしさ、なんといってもこのルックスではないでしょうか。いかがですか。この豪華な装飾、もう他にはないゴージャスなギターですよね。皆さんご存知だと思いますけども、このインレイ装飾、一つ一つ手作業ってご存知ですか。職人さんたちが一個一個丁寧に施してるんです。気が遠くなるような、そんな作業です。制作者の方々はどんな思いでこのギターを制作したんでしょうか。冒頭にもお伝えしました、もしCF マーチン1世がいなければ私たちはこのアコースティックギターを弾いてなかったかもしれません。そう考えると、 CF マーチンに敬意を表して一本一本丁寧に作られた世界限定91本のモデルというのは、マーチン社の方々にとっても特別な一本ではないでしょうか。ぜひそんな素晴らしいギターを手に取って至福の時をお過ごしください。ぜひこのギターへの感想、ご意見がありましたらコメントを寄せいただきますとすごく嬉しいです。きっと空にいる CF マーチン1世も喜ぶと思います。お待ちしております。ではプライスの発表です。こちら1996年製世界限定91本マーチン D45 デラックス
価格は。396万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。マーチン社の思いが詰まった最高傑作です。ぜひこのギターをお探しであった方、今回の動画を見て心が震えた方、このギターもコレクションの一本にしてみませんか。きっと今よりもより充実したギターライフを送れると思います。そのお手伝いができれば幸いです。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各種 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Instagram、Facebook、X、 最近ではスレッズも始めました。ぜひご登録していただいて当店の新作情報ゲットしてください。皆さんに大切な告知があります。2023年11月12日オットリーヤオフ会やります。場所は愛知県名古屋市中区レジェンドホールというところになります。内容はまだ決まっておりませんが、スケジュールだけ開けておいてください。ぜひご参加していただいて、オットリーヤファン同士素敵な時間をお過ごしください。そして生中澤に会えるチャンスです。皆さんにお会いできるの楽しみにしております。そしてまだまだ皆さんに紹介してないギターたくさんありますので、ぜひ今後のオットリーヤチャンネルを見逃しないように楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。